お世話になります。一人でございます。今回は夢特性のキングドラを捕まえていきたいと思います。こいつの夢特性あんま強くないと思うんですが、まあとりあえずね、捕まえるって感じですかね。この浅はかな気持ちが地獄へとつながるとはこの時一人は思いもしなかったのである。今回ご紹介する場所はあくまでも一つの例であって、他の場所でも出る可能性があるので、その点はあらかじめご了承ください。でまだ夢特性が出るかね確認できていないので、継承しつつねやっていきたいと思います。で場所はどこかと言いますと、ここの水の塔ですね。水の塔を背にしてこっちの右手側に行けます。で右手側に行って円環の入り江ですね、あの真ん中のところですね。真ん中のところって言い方あれですけど、まあ多分真ん中のところって言えば分かる人は多いんじゃないでしょうか。まあここの洞窟行って、それで投資の洞窟ですね、ちょっと名前覚えてないですけど、でここの道なりにまっすぐですね、行きまして、そうするいっぱいいんなこいつら、おいおい邪魔だよ、おいおいめっちゃいっぱいいんじゃん。でここで、開けた場所が出てきまして、ここですね、円環の入れ鎧島と書いてありまして、それで、ここからですね海に入っていきます。で海に入って、ここのなんかアーチ状のがあるところ島みたいな孤島の中の孤島に入りまして、それでこの砂浜もどいてここ登っていきました。イマンコいまして、それを過ぎて、でさらにあおいちょっとおいマジか、ここまでうまくいってたのに、ここを過ぎて、それで木のふもとですね、ふもとって言ったらですけど、その奥にあるこの巣ですから、このアーチ状のやつがちょうど見えるところですね、ここの巣でございます。とりあえずまず取っときましょうか。これで今まで紫の柱で夢特性とか考古太一とかって出がちだったと思いますので、今回は紫の柱を出して、それでキングドラを出してゲットしていきたいと思います。はい、紫の柱出てきましたね。それでこいつは明らかに違いますので、みんなで挑戦をしまして、1日進めまして、戻ってやめるですね、時渡りバグをやりまして、それで中身を書いていきます。はい、じゃあ今1時間ぐらいやったんですけど、なんか出ないですね。なので一回紫の柱じゃなくて赤い柱にしてちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあもう一回入れ直してやっていきたいと思います。おし、ようやく出ましたね。めっちゃ時間かかりました。1時間半以上かかったかな。相当時間かかりましたね。でも赤い柱にしてから割と早く出ましたね。まあでも紫の柱で出ないとはちょっと限らないんで分かんないですけど、とりあえず赤の柱で出たと。で出ましたらこれどうするかと言いますと、一回戻って赤の柱だとしても必ずレポートを書いておきましょう。なぜならば、もしレポート書かなかったら、例えば負けたりしてリセットした場合に願いの塊を投げた時に戻ってしまいますので、もしレポート書いてればもう一回ねキングドラの前からねしっかり始められるので、レポート書いておくとおすすめします。特にキングドラの場合はね、まあ、とりあえずやってこっか。いやーこれで一発で来てくれたら嬉しいんだけどな。頼む、来てくれ。で私は特性トレースのポリゴン2を使っていきます。こいつだと一瞬でね相手の特性見破れるので非常にいいと思います。うわいいね、見た目いいな、やっぱかっこいいな。いやーようやく出たから来い、来てくれ。うわーマジか、ダメだ、スナイパーですね。こんだけ時間かけて、おいスナイパーかよ。いやそれはきついっすね。もし夢特性じゃなかったらこいつ別にいらないんで、リセットしていきたいと思います。でこれリセットしたら全く同じ答えですので、またね別のキングドラを出すまでひたすらこれやっていきます。時渡りバグですね。うわすげえ、また出てきましたね。10分ぐらいで出てきたか、10分かかってないかな、全然5分ぐらいかな。やっぱ赤だと出るっぽいですね。紫はさすがに出にくすぎたんで、多分赤だけじゃないかなと思うんですけどね。レポート書くのだけは忘れないようにしましょう。はい、じゃあ行きましょう。おし来い、頼む来い。あーダメだ、マジか、スナイパー、もしかしてここ夢特性は出ないパターンかな。よしもう一回行くしかないね、やっていこう。よし15分ぐらいかなで出ましたね。ちょっときつかったけど、やっぱこんぐらい時間かかってもだから、これを見る限りやっぱり紫の柱では出なそうな感じはしますね、なんとなく。わかんないけど、はい、じゃあ行きましょう。頼む来てくれ来い。あダメだ、スナイパーしかいねえ。これ夢特性いんのかな。まあ、もうちょっとやってみましょう。こんぐらいだったらまだできるから来い、頼む。いやまたダメか、これスイスイは夢特性じゃねえな。でもちょっともうちょっとやってみるか。頼む来てくれ来い。
来てくれ。あーダメだ、こんだけやって出ないってことは多分出ないっぽいから、ちょっと違うとこ探してみましょうか。こいつはとりあえずゲットしよう。いやバリア4つだから意外と楽っすね、キングドラ。オッケー、トライアタックいけ。オッケー、普通にポリゴン2で余裕で倒せましたね。はい、オッケー、ゲットしました。まあとりあえずね、まあそんないらないけど、アイテムは鎧鉱石2個とか、まあ普通の一般的なやつですね。特に新しいものはないな。キングドラ、ドラゴンポケモン。嵐が来ると海面に姿を見せる。海流に出くわすと激しい争いが始まる。こいつがドラゴンポケモンってすごいですね。もっとドラゴンポケモンにふさわしいポケモンいるだろうって思っちゃうんですけどね。はい、じゃあ2時間半やったんですけど、ちょっと全く夢特性出ないので、今までいくつか夢特性捕まえましたけど初めてですね、こんな出にくいのは。まあ、とりあえず場所はですね、水の塔の左側あたりにデルトの情報がいくつかありましたので、ちょっとそこでもやってみたいと思います。こっちの左側ですね。それでこっちの岩、ちょっと邪魔だってお前、岩がありますが、そのあたりを横に行けばデルトの情報があります。ただそれも夢特性と確定した情報はなくてですね、とりあえず出るみたいな感じですので、まあ、ここでもまた夢特性出るかとりあえずやっていきたいと思います。まずここで紫の柱からねやっていきたいと思います。紫の柱のやり方はですね、はい、レポート書きまして、それで、願いの塊を投げ込んでいって、レポートに記録しますから、はい、押してすぐにホームボタンを2回連続して、今色が赤色でしたので、柱が赤色だったらリセットしてやっていきます。これで紫色の柱が出るまでねひたすらやっていきます。はい、紫の柱出てきましたので中身を見ていきます。またこれキングドラではないので、みんなで挑戦をしてですね、この画面でオンボタンを押して、設定から本体、日付と時刻の1日進めの、それで戻ってからやめるですね。これをやってひたすらやりまくって、またキングドラ出していきたいと思います。うわー、めっちゃいいやつ出てくんじゃん。うわー、でもこれ見逃そう。うわ、出てきましたね。これちょっと今までの苦労がすげー悲しいわ。こんな簡単に出てきてしまった。といってもまあ10分ぐらいはかかってますけど、マジか、ここ絶対夢特性出るだろう。紫の柱だし、まあとりあえず出たら必ずレポートを書いときましょう。まあポリゴン2で普通に行けましたので、さっきこのまま行きたいと思います。いや、これは絶対夢特性だと思いますよ。さすがに紫の柱で5つ星で来い。オッケー、来た。やっぱ多分あれなんだな、紫の柱だと夢特性一発で出るっぽい気がしますね。他のポケモンも私紫の柱で出したケース何回もありますけど、全部一発で出てるので、多分今回そういう仕様あるんじゃねえかなと私思ってるんですけど、どうなんですかね。まあ、とりあえず夢特性出た、よかった、超嬉しいわ。でもこういうやつに限って大して対戦で使わない系のやつなんですよね。まあそれはいいですわ。ナイス、味方ナイス、倒してくれましたね。ありがとう、ようやく来た、ようやくゲットできる瞬間に出会いますね。ダイブボールで行こう。オッケー、ゲットしたけど、こっちとしては需要ないやつに3時間かけた苦しみの方がでかいな、あんま嬉しくね。で、アイテムは経験飴の定番のやつと鎧鉱石と、あー珍しいのないっすね、全然本当にないんだね、みんな一緒みたいな感じっすね。まあいいです、とりあえずゲットできたんでそれだけでいいですよ。はい、じゃあ見ていきましょう。 4V ですね。まあしょうがない、しょうがない、それは。はい、55レベのキングドラゲットです。で、特性湿り気、よかった、夢属性で。この特性湿り気の効果は、あたりを湿らせることによって自爆などの爆発する技を誰も使えなくなるという感じで、あんまり強くないんですよね、正直言って。ですから本当に、だからこそちょっと時間かけた苦しみがね残ってます、心に。で、竜の息吹、ハイドロポンプ、バブル光線、竜の波動という定番ですね。で、おっとした性格で、ハニーカームの海で出会ったっていう感じですね。はい、ということで今回は夢特性のキングドラをゲットさせていただきました。出た場所ですね、ハニカームの海のこの巣穴でございます。場所としてはこのハニカーム島ですか、あのホップと一緒に行ったところですね。そこの近くにあるここの巣でございます。他の巣でも一応キングドラ出たんですが、夢特性のやつは出なかったんで、まあそれは私のやり方が間違ってるかもしれませんが、少なくともここではめっちゃ出やすいですし、そんな確率は高くないですけどね。とはいえちゃんと出るので、でしかも夢特性一発でゲットできましたので、紫の柱でですので、ここでゲットすることをおすすめいたします。まあとりあえず今回思ったのは、キングドラ捕まえにくさもキングだな。